これは今日の白神実習で、捉えたアカネズミです。大きな水槽の中に、藁を敷いて、その中に水瓶もセットして、その中にクルミを入れてあります。アカネズミのクルミの採取、穴を開けて中のクルミを食べる様子を示します。両手で、クルミを、押さえて、クルミの縦線の入っている割れ目の入る縦線のところを一生懸命、かじる。くるみの実に穴をかじって穴を開けるのはアカネズミにとってはかなりの重労働なようで、息遣いがかなり荒く、時々休みながら穴を開けていくようですね。かじり始めてから17分ぐらい、になりました。わかりますね。門歯の上顎の門歯を固定させて、下顎で、削っていくと。下顎の門歯で削っていくと。そうですね。ここでちょうどよく見えます。上顎の門歯を引っ掛けて固定して、下顎の門歯で、削り上げると。削ったものは食べないようですね。ポロポロ下に落ちていきます。1時間と35分ですね。やっと片側、くるみの片側半分を食べるのが終わりました。引き続いて、くるみの反対側に取り掛かります。